チンがようやく登場したかと思ったらまさかの人物と一緒で大爆笑なみんなの反応集。ではどうぞ。ついにチン来たと思ったらアスランといるのくさ。アスランとチンが笑顔で映っていて嬉しい。チンお前映画でアスランに笑顔見せてないやんけ。チンとアスランの微妙な距離感好き。チンとアスランがただ仲良しなままなわけがない。この後チンが吠えるに違いない。岡山のチンアスはどんな時間軸を通過したら実現するんだろう。ひょっとしてアスランに聞きたくなく笑ってる新発では。しかし二人の長男三男感最高すぎる。チン、人に団子の口を向けるな、バカ野郎。犬の真下にチンアスかう。チンとアスランが仲良しだと、これを劇場版本編で見たかった。岡山のとこのチン、アスランに対して狂犬ではないとこ好きです。チンちゃん、口を人に向けたり足を組んで靴裏向けたりマナー悪いのが男子小学生感あるし、これ絶対キラー相手にはやらないだろうなってのがアスランとの距離感わかって好き。アスカガだ、またデートしてる。かがりがめっちゃ可愛い。アスランとお忍びデート楽しんでくれ。かがりが映画見てから色っぽく見えるアスラン、お前のせいだ。お忍び旅行に来てて周りを警戒してるアスカが。アスランとかがりの服装は変わらないのだろうか。着物とか着てほしい。福島のアスカがデート兼新婚旅行だといいな。アスラン全国飛び回りすぎわら。蕎麦屋に入るだけで面白い男、団子を食べるだけで面白い男。お忍びで大内塾来てるじゃん。ネギそば食うんだな。仕事中に抜け出してデートしすぎなのよ。 AI の逃避行か。そうかそうか、アスカがよき。珍しくかがりから目を離してるだと。見ろよ、寒がってるだろ。アスラン、コートをかがりに着せてあげるんだ。アスランがいるだけでファフナーっぽくなるの、ほんと面白い。2日に1回くらいのペースで公式からアスカガの供給あるの、本当に助かる。湯畑のホーク姉妹がいい。やだ、もうホーク姉妹かわいすぎ。群馬帝国は魔境ではなく楽園だった。群馬ってコラボしても草津会かこの2択だよな。群馬は姉妹か。メイリン、何がとは言わないが育ったな。メイリンとルナマリアの絡み見たかった。そや、メイリンってほとんど喋ってなかったな。もっと姉妹トークとかあってもよかったな。まあ組織が違うからその辺はしゃあないやろ。ルナマリアが1日で全部回るとか言い出して理性的なメイリンが止めそう。ルナマリア、メイリン姉妹の浴衣いわ。草津温泉に行きたい。メイリンとルナマリアが女子してて可愛い。群馬は館林ではなかったけど草津もいいかも。こんな可愛いメイリンがいるのにクソ。アスラン目わら。この絵さんとハインラインさんだ。ハインライン優勝すぎる。ハインラインの供給ありがたい。栃木はまさかのあの二人、ハインラインめちゃくちゃ面白いキャラだったんよな。ハインラインと旅行したらひたすら早口でその場所の説明されそう。ハインラインいろいろな地域の歴史とか伝承に消費そう。わらわら、絶対ルルーシュが訪中にクソ早口で情報言いまくって困惑してるズナの笑うしかない。ケボンの滝で何してんのこの二人。栃木県がサブキャラのみ、キャラ選択が微妙な気が。第2弾があることお願い。次こそは一人くらいメインキャラを登場させてほしいです。ルナとマユウさんって意外な組み合わせ。おお、マユウさんとルナマリアが着物を着てる。イザーク&ディアッカに続く限定仕様ですね。マリュウさんはアニメだとアークエンジェルなどの軍事関係をやってることが多かったから、こういう風に刀に下ろしてるところ見るとほっこりします。この二人、初顔合わせじゃないですか。ヒントムーさん拳合わせてそうわら。一瞬可愛いヒロイン、ヒロインの美人ママに見えたぞ。わらわら、意外すぎる組み合わせ。わら、こういうの見れるのがお祭り感あっていいね。マリュウさんとルナマリアの前に映ってはないけれど、ムーさんとシンがいるような感じがいいな。これ、シンが合図を送ってムーさんがベストなタイミングを狙って撮った一枚に見える。ところかの老舗旅館の女将と若女将みたいな雰囲気が出ている。マリュウさんとルナセーラームーンかな。珍しい組み合わせの二人だ。ギフはキラかと思ってた。帽子ブラシがギフらしいから。これもしもキラとアウラやったら日暮らしの泣く頃になる。
最高すぎて震えた。先にいるのシントムーさんも嬉しいけど、ラクスカガリ、メイリン、ミラーリ、アーグネスみたいな共に戦う女の子たちだともっと嬉しい。キラとイザークのメタセコヤ並木いいですね。死がいいじゃないの、雪に合わせて白服ペア。まさかのメタセコヤに白服二人で天然のミラージュコロイド。イザークとキラ様って仲良くできるんですか？キラ様の人たらしスキルでイザークも手玉に取るってことなんですか？いいの、イザーク本当にそれで。丸くなったな。イザーク、ジュールはやはりいい男でした。キラとイザークの絡みはドラマ CD でしかなかったから絵にしてくれて感謝。映画のイザークの印象ですとキラともうまくやれそうですね。キラとイザークが並んで歩くのを見れる日が来るとはな。イザークの方が気持ち身長高いことが分かった。イザークに白服に雪はベストマッチやな。イザーク、これは西川さんの地元やからってマフラー灰の色とか考えすぎ。ジュール隊長とキラ寒くないの？この傷のレーダー受け取れとかのイメージで因縁ありそうだけど、イザークは素直に相手の良さを認める、懐の深さもありそうだからよろしくやってそう。絡みの少なすぎたキラとカガリが一緒にいる、公式供給助かりすぎた。キラカが双子かわいい、そこのシカと変わりたい。キラカがケイマイ仲良しシーン欲しい。奈良の鹿をめでてるキラって、マイティストライクフリーダムの装備が竹しかめ土大臣由来って暗喩？あんまし触れん方がいいですよ純章。意外とダニまみれだからな。鹿だけ作が良すぎ。純章な撫でられてる奈良の鹿を真が羨ましそうに見てそう。かがりとキラの指定ツーショットはそういえばあんまりないな。和やかな光景だけど、多分これが面外でラクスとアスランがそわそわしてるのが原始できるんだけど、フラガとこの絵館長のできるおっさんコンビもいいね。ムーおっさんじゃない、ムーさん着物に合うなーから。おっさん二人の渋い雰囲気も割と好きよ。この絵館長のプライベートな姿とかもう一生見れなさそう。ムーさんは山口県中の人つながりかな。高杉晋助でもあるし、着物の色もねう。この絵館長のはそう、渋いですね。ムーさん眉と一緒じゃないのか。てかムーさんの頭にそれで合ってる。大丈夫、人選渋くて和のテイスト全開な山口。ということでムー眉に変えときました。完全に新婚旅行ですね。ありがとうございます。この熟年夫婦感好きだわ。映画でもマユーさんとムーさんはラブラブでしたよね。からなんで男同士やねん。マユーさんの和服姿はって思ってました。皆さんそう思いますよね。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。